いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はリッツカールトン東京カフェ&デリのお土産をご紹介したいと思います。まずはケーキから見ていきましょう。クリームパフ、オレンジヘーゼルナッツ、ラズベリーピスタージュ、チェリースパイシーティーケーキ、クリスマスリースストロベリーバナナタルト、ベリーチーズケーキバニーユ、マロンカシスサントンノーレザ・リッツカールトンチョコレートケーキ、ストロベリーショートケーキ、下の段にストロベリーショートケーキのホール、ザ・リッツカールトンチョコレートケーキのホール、マロンカシスサントンノーレのホール、お隣がカヌレでアーモンド、栗とカロニラム、そしてヘーゼルナッツ、フィグヘーゼルナッツガトーボワイヤージュ、ピスタチオチョコ、ユズチョコ、ラズベリーチョコ。奥がパンと焼き菓子、ジュースのコーナーです。ジュース左からシシリアンブレンド、マンゴー、黒ザクロ、そして3本のセット、ボトルスマイル赤ワイン、シャブリキュベエリタージュ、コルトンシャルルマーニュ、下の段がパンで濃くないけどカレーパン、クリームチーズとバジルフォカッチャ、チーズブレッド、マスカットレーズンブレッド、オリーブとドライトマトフォカッチャ、クロワッサン、パンオショコラ、レーズンピスタチオ、パイナップルデニッシュ、洋梨デニッシュ、カンパーニュ、そしてレーズンブレッドのハーフ、ホテルブレッド春豊か、バケット、奥の春豊かの食パンは以前ちょっと潰れてて、うちまで新しいものを届けに来てくれたものになります。マフィンのオレンジ、チョコレート、ブルーベリー、上の段が紅茶です。ブーケロワイヤル、フルーツハニールイボス、ジンジャーレモン、カモミール、アップル、ストロベリーシャンパーニュ、スペシャルブレンド、スペシャルブレンド、ルスティー、クッキーです。サブレアステク、サブレパルメザン、サブレアーモンド、クロックノアゼット、フロランタン、サブレショコラ、サブレバニーユ、フィユテフロマージュ。こちらはチョコや焼き菓子のコーナーです。一番上の段はディフューザーとキャンドル、チョコレートフレーズ、チョコレートユズ、チョコレートグアナラ、チョコレートアマンド、パールクラッカーのホワイトキャラメルノワール。こちらがピエールエルメの焼き菓子の詰め合わせになります。こちらがバームクーヘン、こちらのねバームクーヘンもおすすめです。そしてリッツカールトンライオンちゃんコーナーですが、一番上の段がサンタさんになってます。ジンジャーブレッドハウス、パネトーネ、シュトーレン、その下がボクテルになります。あとはチョコレートコーナーなんですけども、この後私アフタヌーンティーでもはやちょっと遅刻をしてるので、さらっと撮影して向かいたいと思います。今回はアフタヌーンティーの後に待ち合わせがあって、その手土産用にさらっとこちら寄らせていただきました。
手土産を持っていくんですけど、先方が何が好きか全く分かんないので、結局カレーパンとマフィンをこう詰め合わせにしてもらいました。とりあえずしょっぱいのと甘いのと両方あったらなんとかなるかなと思いました。ちなみにカフェスペースは10人待ちって言われてたので、予約をおすすめいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。